こんにちは。買いました。ソニーから発売されているシネマライン、シネマ系映像が作れるというシネマラインの FX30 ね。ちょっと発売からまだ1年しないぐらいなんですけど、まあうちも一応ね、一応映像をやっているということをね、体にしてるので、今までは僕はキヤノン派だったんですよ。でキヤノンであの EOS R とかそういうので動画を撮ったりとかもしてたんですけど、ちょっとね、ほらソニー製品って3年経ったら壊れるっていうイメージがね、頭にね、子供の頃から刷り込まれてるんですよ。でそれがあるせいで、なんかちょっとソニー製を避けて生きてきた部分があって、なので我が家にあるソニー製品っていうのはぶっちゃけ PS4 だけなんです。よくよく考えてみたらですね、この PS4 も6年ぐらい生き残ってるんです。人生ちょっと一回きりですから、ちょっと一回ソニーの海に飛び込んでみようかなと思って、レンズ一応選んだのはこの EPZ18mm か 105mm で F4G ってやつを買ったんです。でこれ買ったのが3日ぐらい前なんですけど、ちょっとさっきまたヨドバシの最上階のあのフードコートにご飯食べ行ってて、あのスパジローっていう俺の行きつけの大好きなあのパスタ屋があって、そこで食べてて、でなんかその足でふらっと下降りたら、ちょっとこれもいいなと思ってこれもいいなと思って、FE85mmF1.8、 ちょっとこのすごいボケ感が出るというこのレンズをね。で僕正直言いますね、うちGoPro とかビデオカメラ映像ってこの YouTube 的なね、バラエティ的な映像ばっかり作ってるもんで、ミュージックビデオとかも作る時あるんですけど、あんまりこういうの詳しくないんです。でいろんな人のレビューを見ると、これがログ撮影に対応してて、色を後でつけたりとかいろいろできますよっていうのを見て、あ、そうなんですかみたいな感じで見てて、こういったジャンルのものっていうのはあんまりこの得意ではない、よく知らないので、詳しくない人がなんとなく買ってきて、このレンズを使って撮ったらこんな感じでしたというレビューをしたいと思うんで、入り口に立ってる方いらっしゃいましたら、これ買おうかなとか悩んでる方いらっしゃったら、同じ感覚で楽しんでいただけるかなと思います。じゃあちょっとこれで軽く映像を撮っていきたいと思います。はい、という感じです。いや、撮影レポをしようかと思ったんだけど、まああれから4ヶ月ぐらい経過してまして、いかに自分がミラーレス一眼に興味がないんだなっていうことがよくわかりましたねはい。でですよ、この年末にですね、私ね、溶連菌を患いましてね、なんか5年ぶり2度目ぐらいなんですけど、溶連菌を患いまして、ほんと関係者各位の皆様、いろいろ予定ありましたけど、ちょっとね、ご迷惑をおかけしました。すいませんでした。もうちょいかかるみたいなんでね。で、この頭はね、おしゃれじゃなくて、もう4日間風呂も入らず寝込んだらこうなるよ、おっさんはってことです。データをね、ちょっと取りためてたんですよ。で、それをちょっと編集してアップしてみました。ラットなんですけど、ラットっていうのを僕初めて経験したんですけど、このラットっていうのもまたいろいろありまして、僕はモーションアレイっていう有料課金制のサイトでちょっと何個か拾ってきたんですけど、まあそこからちょっと微調整をできたりとかね、自分の色をどんどん出していけるんで、まあ結構いい機能なんだなっていうのは結構身に染みてわかりました。でソニーの公式とかにも、公式サイトとかも何個かもらえるみたいなんで、まあそういうのが一番硬いのかな、わかんないですけど、うん。なんで来年はこの FX30 を使って、ちゃんと作品作りをしてみたいなって思ってます。まあ、撮影してみてね、フルサイズじゃねえっていうことに、がね、ちょっと身に染みまして、FX3 ですか。そっちの方もちょっと検討しております。興味ねえんじゃねえのかやってね。興味を持ってちゃんとやろうと思いますんで。今後はね、忙しかったね、今年もね。うん。なんで興味を持って、
来年もいろいろ映像作りにね、励んでいきたいなって思ってるんですけどね。レンズも、まあ、きっと足りないです。単焦点と普通のっていうふうに思って買ったんですけど、もうちょっと単焦点の方が欲しいとか、いろいろあるんでね、やっぱこれ、ソニーの海に飛び込むってこういうことだと思うんですよ。なんで僕はこれからね、ソニー派になっていこうと思います。まあ高いけどね、壊れないんでしょ？壊れないんだったらいいよ。買うよ。うん。なんで今後もまたなんかいろいろ買ったらレビューしてみますんで。はい。まあ結局、俺が何が言いたかったかっていうと、この年末はしゃいでると、要連勤になるよってこと。みんな気をつけてください。ということで、マコプロ TV 今年もね、いろいろ本当の意味で収益化やね、10周年、いろんなことがありました。本当の意味でお世話になったと思ってます。本当にありがとうございました。去年の年末も同じこと言ってましたが、来年から本気出します。引き続き、マコプロ TV と私、小松原誠をどうぞよろしくお願いします。そメガネもついでにお願いします。じゃあ、アスタラビスウェイ、さよなら。いつでも秋葉に。